い、それでは1月13日の3問に入ります。主たる債務者が債務を承認すると、連帯保証人の債務の事項は更新する。丸か×か。この問題考えたい方は、動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、丸ですね。主たる債務者が債務を承認すると、主たる債務者の事項は更新します。それに伴って、連帯保証人の債務の事項も更新します。これは非常に重要な問題です。主たる債務者に生じた事由は、すべて保証人、連帯保証人に影響を与えます。これを絶対項と言います。つまり、主たる債務者が債務を承認すると、主たる債務者だけじゃなくて、連帯保証人の事項も更新します。この問題は覚えるというよりも、理解すべき問題です。単に答えられるだけではなくて、主たる債務者が債務を承認すると、連帯保証人の債務の事項は更新する。これどういうことを言ってるかまで理解をしましょう。そうすることで初めて実力が上がってきます。で、今回の、この理解すべき点については個別指導で、解説させていただきますので、個別指導の受講者さんは受講者専用のメルマガから解説ご確認ください。で、問2ですね。重要事項説明です。現地案内所を設置して、そこで重要事項の説明をさせようとするときには、当該説明は案内所に掲示されている標識に記載された専任の取引士でなければならない。丸か×かという問題ですね。答えは×です。まず、案内所等で契約したり申し込みを受けたりする場合、青年者である専任の取引士を1名以上置かなければなりません。まあ、これは基本事項ですよね。これは絶対に頭に入れておきましょう。そして案内所等で重要事項を説明する場合、この専任の取引士でなくても構わないんですね。まあ、通常の取引士、専任でない取引士であったとしても重要事項説明可能です。なので答えは×になります。で、専任の取引士と取引士、まあ、普通の取引士ですよね、の違いについては個別指導で解説させていただきます。で、ちなみに、宅建合格者イコール取引士じゃないんですね。ここをちょっと注意しましょう。まあ、取引士って宅建士って呼ばれるもんですね。これ、イコールではないので、この点注意してください。宅建に合格しますよね。で、その後、知事の登録を受けます。で、取引証の交付を受けます。で、これでめでたく取引士です。まあ、登録を受けたら取引士っていう考えもあるんですけども、ただ、この時点では取引証がないわけなので、取引士としての仕事はできないんですね。その点が頭に入っていれば大丈夫です。で、問3ですね。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における、宅地の所有者、管理者、または占有者に対して、当該宅地または当該宅地において行われる工事の状況について、報告を求めることができる、丸か×かという問題です。答え、丸ですね。まあ、今回の問題正しい記述なんで、そのまま覚えれば大丈夫です。知事は、宅地造成工事規制区域内の、宅地の所有者、管理者、または占有者に対して、何を求めることができるのかについて質問しています。で、何を求めることができるかっていうと、宅地の状況とか、宅地内の工事の状況について報告してくださいということを求めることができます。まあ、これはそのまま覚えておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。